千葉県野田市チーチキー情報局オンフェイスブックライブ、管理人の独り言、夜は友達、通称夜友。深夜24時を過ぎましたので、今夜は深夜友でございます。全国の皆様こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、シェア、どうもありがとうございます。喋る管理人でおなじみ、千葉県野田市チキチキ情報局局長&喋る管理人ファンキー利根川でございます。この番組は千葉県野田市及び近郊地域のホットな情報を全国に向けて発信するローカル地域情報番組です。今夜も千葉県流山市松ヶ丘にありますチキチキスタジオより全国に向けて生放送でお届けしてまいります。改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。
今夜も深夜放送大変申し訳ございません。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、シェア、コメント本当にありがとうございます。今日もたくさん書き込みいただきましてありがとうございます。日付変わりまして4月の11日の木曜日、深夜、0時2分55秒になったところでございます。はい、というわけでね、今夜もやってまいりましたファンキー利根川、深夜ともね、ということで水曜日は、東金帰りということで、どうしてもねこの時間もう最速でもこの時間になってしまいます。まだ今夜ね実は夕飯食べてないんですけども、最速でもね、このぐらいになってしまいますので、まああんまりねなんか最近連日深夜放送続いてますのでね、遅くなるとと思いまして、今日はまあご飯食べないで、まあ、局を出るときに今日はお客様にいただいたドーナツをね、ポンデリングっていうのはあのミスドのプクプクしてるやつをね2つ食べて、あとまたこれもお客さんにいただいたんですけど、栃木のなんでこんにゃくアイス、要はねあのバニラアイスの中にこんにゃくの粉を混ぜて、でちょっとこうさニュって噛むとなんていうのこう歯ごたえがあるというさ、そんな感じのものをいただいたのでね、まあ、 あの帰りの車の中でちょっとアイスも食べてたのでね、あの空腹は満たされてるので、まあ今日は先にやっちゃうぞということでね、そんな感じで、やっております。はい、というわけでなんか今コメント見たらちょっと笑っちゃったんでね、ごめんなさいね、なんか集中力一瞬欠けたんだけど、まあいいや。あのそんなわけで、深夜放送、大変ご迷惑おかけしておりますけども、まあ、今夜もねあの無理のない範囲で、お付き合いいただければというふうに思っております。はい、今夜は深夜とも、ぜひ最後までお付き合いの方どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは出席からいきましょう。木吉さんこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。はい、名古屋から伊坂さんこんばんは、お疲れ様です。なんかちょっと書き込みで見たんですよ、ちょっとなんか心配そう的な書き込みにちょっとあったのでね、どうなのかなと思ってたんですけどもね。はい、スーヤンこんばんは、お疲れ様です、ということでリアコメ、スーヤンいただいております、こんばんはということで、はい、スーヤン白状しております、すでに公開の場で白状しておりますけども、本当だよね、僕もほらよく放送を使ってこれ言ってることは内緒だよとかさ、これあんま人に言わないでねとかって言ってこの放送で言ってるというね、よくわからない感じなんですけど、まあ、それに近い感じ。はい、スーヤンからコメント、大きな声じゃ言えないですが、咳寝で軽く飲んできちゃいましたということで、あれあれということで、いろいろね、スーヤン今ちょっと新しい、新年度チャレンジをしてるということで、確か昨日かな、ちょっと話した時にも飲んでねえんだよっていう話があったんですけども、まあね運動してるから大丈夫でしょうというよくわかんないけどね、ご飯も食べても運動してるから大丈夫でしょうという、そんな感じだったんですけど、まあまあね、たまにはよろしいんじゃないですか的な、そんな感じで、どうもありがとうございますというね、本当なんか今日は寒いですね。今もさ、車で戻ってきたんですけど、まあ車の車の中のほら温度計あるじゃないですか、外気温たらさ、今ちょうどねあれどこだろう、印西のなんかちょっとこう畑的な、あどう見てもちょっと寒いなっていうとこ通ってきたんですけど、だ3度でしたよさっき見たら、びっくりね。まあ明日からまた暖かくなるかなと思うんですけどもね、ちょっと今日は本当に雪降ったりとかさ、本当にね肌寒くて、まあ、だらしないというか片付けない人なので、あの冬物をしまったりとかしてないのでね、全然問題なかったんですけども、まだ冬のパーカーとか普通に置いてあったのでね、全然問題なかったんで、それ皆さんいかがでしたでしょうかね、今日一日ね、寒い中外でお仕事される方は大変だったと思うんですけどもね、まあ風邪ひかないように暖かくしてねお休みいただければ、明日からはまあだいぶいい感じにまたね戻るみたいなんでね、まあ平成最後の
寒波というか寒い日だったのかなというね、そんな感じはありますけどもね。はい、リアコメありがとうございます。スイアン、親分たちはいなかったですあ、親分たちとじゃないんだ今日はね、はい、キクスさんありがとうございます。こんばんは、キクスさん、煙広告作戦ですねという、なんだろう、はい、いろいろね、皆さんいただいております、ありがとうございます。まあ本当だよ、なんかこう、まあだんだんねこういう日を重ねて、暖かくなってくるという。でもまあ先週末ね本当暖かかったからさ、花見もねすごく良かったし、でこれかよという感じはあったんですけども、まあ週末ねまた向けて後半は暖かいのがね、天気がねちょっと微妙な感じな日もあるみたいなんですけどもね、まあとりあえずお花見も散らなくしてるんでね、まあ多少の雨はね、農家さんとかも大変ですからね、中途半端に雨降んなかったりするとさ、大変みたいなんでね、はい、まあ今日はいい感じでねこう降って、潤ったかなという、まあそんな感じで思っていただければよろしいのかなって思っております。はい、それでは遅い時間本当に申し訳ないんですが、今夜も頑張ってファンキー喋ってまいりますので、で、届け、全国に野田市の情報がというね、そんな感じでございますけども、はい、それでは行きましょう。千葉県野田市チキチキ情報局フェイスブックグループいた、本日いただいた書き込みを振り返るコーナー、今日いた。はい、今日は東金で1時間しか話しなかったんでね、まだ喉の調子はいいのかなというね、そんな感じでありますけども、はい、それでは、昨夜の夜友アーカイブ、昨夜ちょっとごめんね、なんか最近ちょっとあんま良くなって、また途中で止まっちゃったらごめんね、またあのすぐやり直すんでね、また入ってくださいね、はい、中途半端で切るということは多分ないのでね、昨日も2本になってしまったんですけども、じゃあまずは、昨夜の夜友アーカイブ再生回数の発表、上に上がってきてるやつがこれ後からね、一旦中断した後20分ぐらいやったら中断しちゃったのでね、そっからのやつですね、後半第2部ということで、再生回数の発表いきましょう。149回、ありがとうございます、頑張ります。そして出るかな、ごめんねちょっとねあれが良くないんでポーンって出てこないんですけどね、出てくるかな。そして一部、いきましょう、中断前の、再生回数、おすごいな、いきますよ。120回、ありがとうございます。あ、すごいですね、2つに分かれちゃったにもかかわらず、なかなかのね、いい感じなんですけど、まあいろいろね、昨日は皆さんこう興味あることも結構こう話させていただいたのでね、まあそのあたりの流れもあるのかなというね、感じありますけども、まあさっきも言ったんですけどごめんなさいね、配信状況良くなくてもし途切れちゃったら、すぐまた立ち上げますのでね、2、3分待って、板の方へね出てきた動画またチェックしていただければありがたいかなというふうに思っております。あ、有賀くんこんばんは、お疲れ様です。有賀くんお疲れ様、そろそろ寝ますので寝るまで、拝聴いたします、ありがとう。有賀くんちょっとまた、ごめん業務連絡なんですけど、なんだっけな、市民活動センターちょっと今度一回行ってみたいんで、よかったらセンター長さんとかちょっと話してみたいなと思ったんで、ちょっとそのあたりね、またセッティングの方一つよろしくお願いいたしますということで、はい、よろしくお願いします。うん、SE ありがとう、こんばんは、フードフェスタの打ち合わせで安さウェーブ聞けなかった、アーカイブお願いします。 ありがとう、スイアン、いつもなんかこうやって本当にね、細かいところで応援してくれてる方がいるので、なんかいろいろやれるのかなっていうね、感じありますけどね。はい、マッキンさんこんばんは、お疲れ様です、遅い時間ね、ありがとうございます。本当にいろんなね、最近も本当に新しいしね、
新規の方もどんどん入っていただいて嬉しい限りでございますけども、はい、それではね、まあ、ぼちぼちちょっと読んでいきましょう。よろしくお願いいたします。最近生意気にな業務連絡も放送で言ってるというね、そのすごい横着な感じありますけどね。はい、というわけで、昨日からまあ別に祭りまでチキチキ祭りまで行ってないんですけども、昨日僕がたまたま見つけてしまった野田市の PR をする事業を募集、市民が作る、野田市の魅力発信事業、31年度版ということでね、募集開始の話をね、させていただきました。とにかく伝えようというね、もうタイトルからいきなりのっけからダメ押しをして、こんなのダメだよなんて言ってたところの下りからの、本当にねその後たくさんなんかねコメント、寄せていただきまして、いろいろ皆さんご意見ね、などどんどんねなんか入れていただきまして、かなりねこう盛り上がった、感じになっておりますけどもね、まあちょっといろいろねまだまだこれは26日締め切りなんで、まあ、そこまでちょっとそのギリギリぐらい前まで、なんだ、いろいろ皆さんとねこう意見交換ねさせて、いただければなというね、ふうに思っております。まあいろいろ今日もちょっとね、他の地域の方にもいろいろちょっと話をねこうしてどんなもんなんですかねこういうのなんて言って、やってたんですけども、まあちょっとコメントでまたタイミング後であればまた読んでいこうかなと思いますけどもね、まずちょっと新しいコメントで、板の方をね優先的に今日は読まさせていただこうかなというふうに思っております。はい、というわけでファンキートレガーの投稿からですね、まずは、5時間前の投稿、4月10日水曜日、今日だね、まあスカイミュージックレディアネックスで遅くなるよーんっていうね、話をして24時過ぎだよーんということで、書かせていただいたんですけどもね、コメントいただいております、ありがとうございます。はい、鹿野さんありがとうございます。残念、今日も夢とも。最近なんか鹿野さん飛ばしてますね、なんか本当にいろいろやっていただいてありがたいなという感じなんですけどもね、アーカイブお世話になります、ありがとうございます。よろしくお願いいたしますと、ファンキートレガーからです。平野さんありがとうございます。アーカイブ拝聴させていただきます。野田市を中心とした人の、つながりと地域の PR 頑張ってくださいということで、平野さん新しいちょっとお仕事をねスタートされたみたいで、なかなかちょっとね、深夜とも夜ともなかなか難しい状況でありますけど、またアーカイブの方でね、聞いていただければありがたいかなというふうに思っております。まあ僕が頑張るというね、こうね、なんかこう、みんなの、なんかこう、活動だからさ、僕は別になんか大したことやってない、こう、喋ってるだけなんだけどさ、言いたいこと言ってさ、なんですけどね、本当になんかこう、こういう格好も本当にしていただけるの、本当にありがたいなというふうに思っております。はい。またこれも嬉しいんだよ。親指堂指圧治療院さん、ありがとうございます。大沢くんね、水曜日は SMR ですよね。始まりが遅いので、アーカイブで聞きます。ということで、いただいております。大沢くんも、ちゃんと屋号で登録していただきまして、親指の指圧治療院ということでね、名前をちゃんとこう、変えて、やられているという、本当こういう細かいところが結構大事だと、ね、思いますので、皆さんよかったらね、Facebook ページ持たれてる方、 Facebook ページの名義でも入れますのでね、ぜひ、入っていただければなというふうに思っております。近藤さんこんばんは、お疲れ様です。遅くに今夜もごめんなさい。これでも東金からね、寄り道せずに一生懸命帰ってきて、でこの時間なんでね、本当にありがたい、申し訳ないっていうかね、感じでございます。はい、じゃあ続いていきましょう。キキツさんありがとうございます。ビジュアルシェアの達人ということで、本当にキキツさんもね、いつもこうピリッとした感じの、ピリッとしたっていうかさ、投稿、なんかすごくかゆいところに手が届くというね、そんな感じの投稿をいただいて嬉しく思っております。はい、野田市豆バス、なんと1日乗車券大人200円ですよというところで、すごいね。はい、1日乗車券とは、1日乗車券を購入すると1日乗り継ぎなので2ルート以上を、
利用することや1日同じルートかな、2回以上利用することができますということで、その他いろいろね、書いてありますけどもね、要件があるんですが、なんと200円ということで、で豆橋新しいルートもねこうできたということで、すごくこう便利になったよというね、感じなんですけど、ちょっとさこれ1回なんかやりたいな、あの、まあやりたいなっていうか、ちょっとこう乗ってさぐるっとこうね、なんかなんていうの、こう周遊っていうのを平日ちょっとやろうかなってね、時間あった時に。またちょっとこれさっきふとねこれを読んでてね考えたんですけど、ちょっと詳しく調べて、なんか豆バスに乗って街の中を、なんていうの、自分でほら運転して街の中走ること多いけど、こうまたバスに乗ってさ、あの走るとまた違ったこうなんか視点があるのかな的なさ、かなんかあのバスに乗りながらこうライブ配信していくとかさ、なんかそんなのもちょっと考えてもいいのかなと思ったりはするんですけどね、ただ乗ってるだけでもいいな、なんかね、まあそんな感じでね、豆バスの、お得情報1日乗車券出ております。でだいぶ今月からね、変わったということで、かゆいところに手が届くようになってきたというね、感じではございますけども、まあちょっといろいろね、皆さんもぜひこれあのさ変な話、利用率が少ないとさ、あのやっぱりまあいろいろほらやっぱあるじゃないですか、こうね、ボランティアでほらやってるわけじゃないからさ、結局ね、だからやっぱりまあ、僕らもほら要求する分なんかこう活用しないといけないのかなっていうことはやっぱりねこうあるよね。やっぱ今までもほらルートがねえとかさ、関宿城行けねえじゃねえかよ土日はよとかさ、結構こうブーブー言ってた割にはやっぱり使ってなかったですんで、だからちょっとこうなんか考えてさ、ちょっと僕まだ豆バス研究してないので、なんかこうみんなで乗っていく豆バスツアーとかなんかそういうのでもいいかなと思ってね、こうなんかほらちょっとそういうのでね、やれるといいのかな、利用率をこう上げていく活動もやっぱりした方がいいかなというんで、豆バスの歌を作ったりとかさ、なんかそういうのしようかなとか、なんかいろいろねできることをやっていこうかなみたいな、でナースあおちゃんに歌わせるとかさ、なんかね PR 活動どんどん豆バス乗ろうよとかみたいな、そんなこともしていこうかなって、考えてますけどね。はい、はい、ジュニアさん、ミキさんありがとうございます。すごいなってね、いただいております。はい、ヒューさんどうもありがとうございます。はい、じゃあリアコメちょっと離れちゃうけどね、リアコメ、はい、ありがくん、市民活動支援センター了解です。前金先生とプレゼンしましたので、本拠地を市内にすれば、登録間違いないと思いますということで、まあなんかね、ちょっとその登録もそうなんですけど、まあ、なんかどういう、ね、活動を、ね、されてたりするのか、ちょっといろいろ、まあ、ちょっといろんなちょっとことがあって、下調べをしたいという部分もあるのでね、ちょっとお話できればなって、ちょっとさっきふと、ちょっと東金でね、ちょっといろんな話をしてる中で、ちょっと思いついたんで、連絡しようと思ったんですけど、たまたま有賀君が入ってたので、すいません、放送を使って。業務連絡というので申し訳ないんですけど、はい、スイアンだねという、ありがとう、近藤さんどうもありがとう、こんばんは、お疲れ様です。ファンキーさん、チキラの皆さんこんばんは、まだ寝てないですよ、ありがとう、遅くにごめんね。ありがとう、マイマスたまに乗ると楽しいです、いつも見慣れている、見慣れている風景ですが、バスの窓から見る風景はまた違うんですよねということ、なんかそんな感じで、マイマス、酔ったりするスイアン、なんか前に言ってたよね、はい、ありがとう、ファンキーさんと同じ考えでしたね、なんて、あ、ありがとう、はい、ありがとう、夕方から夜になる時間が一番楽しいんですね、あー、そっか、はい、たまにうんちゃん洗い以下自粛ということで、でもなんか運転手さんいつだったか、これはスーヤンたちと一緒に今は亡きマルコ商会さんの前と、あと元気市場広場の前のところでライブ配信した時によく豆バスが前通ってこう手振ると、運転手さん意外とこうねにこやかにこう手振り返してくれたりとかね、してたんで、僕的には結構好印象な感じはあったんですけどね。はい、
マイバス、はい、スイアン、かな、有賀くんね、特に関原方面感じますということで、はい、有賀くん、真岡にいちごバスっていうバスがありますが、豆バスと同じ車両です。ああ、そうだよね。この辺走ってる、なんだっけな、流山走ってるグリーンバスっていうんだかな、あれは一回り確か大きいような感じすんだよな。なんかあのこの松ヶ丘の住宅の中もなんか走ってるんですよ。南柏駅からなんかぐるんぐるん回って、狭いさ住宅地の中通って大高の森の方にこう抜けていくみたいなさ、あのまあなんていうのかな、こう、うん、足がない方々とか、ね、こう駅から駅だから、なんていうのかな、この辺りから大高の森とかにこう抜けたりとかするのに、ね、電車使ったら南柏まで一回行って、そこがまあ豊敷に行きゃいいんだろうけどね、なんかそういう、ね、流れもこうあるのでね、多分そういうのを補おうと思って走ってるのかなと思うんですけどもね。まあなんかちょっといろいろあるけど、エンジンプジョーです。あ、そうなの、マイバスオフランス製なんですよね。詳しいね。なんかそういうのとかこうなんかね、せっかくだったら、ね、たくさん少しでもほら、まあ、乗ってくれればさ、多分利益も出るから、ね、バス会社さんも回しやすくなるのかなとね、ふと考えて、ね、作りゃどんどん走らせろよと言いつつ乗ってないというのがなんかすごく無責任かなというね、最近ちょっと思い出して、まあ、たまたま今回ルートもなんか増えたし、一心ね刷新されたという話もこうちょっと聞いてるのでね、まあ、これを機にちょっと豆バスもどんどん乗ろうよキャンペーン的なことをさ、なんか街の中を豆バスで周遊しようとかさ、なんかそういうことをこうやっても面白いかな。あとなんかバスの中で、まあ、動画でもいいんだけど撮影してさ、よくこう旅番組やってんじゃないですか。なんかこうなんかそういう、ね、楽しみ方とかいろいろなんかこう考えて、まあ、一個一個降りてさ、まあなかなかね、本数もあるんだろうから、そうそうね、乗って降りて乗って降りては難しいんだろうけど、なんかこううまくこう楽しい日常生活以外のこう使い方なんかもさ、こう見出していくと、もっとこう安定的になんかこう運用されて、いいのかなとかね、ちょっといろいろ考えたんですけど、皆さんなんか豆バスの使い方、新しい使い方、ただ用事のある時に乗るというの以外の、なんかこう使い方もしあったらね、ちょっと提案いただけるとありがたいかなというふうに思っておりますけど、はい、はい、ありがとう。松本ゆかりちゃん、こんばんは、お疲れ様です。スイヤ豆バスが成功例で全国に広まったんで、結構視察に来る自治体多くなったのねっていうことで、車両メーカーにもいろいろと仕事が回ったんじゃないなんて。ああ、そうなんだ。そっかそっかね。えでどんどんなんかこう使ってさ、もっとこうね、面白おかしく豆バス、なんかこう楽しめるといいかななんて思ってますけどね。なんかまあちょっと関係ないというか似たような話もないんだけど、この間有賀くんたちと上層行った時に、有賀くんの息子さんが、ハオくんと宗介くんがやたらと上層線とかをさ、まあ電車全般好きみたいなんですけど、ね、こう見てさ、すごくこうなんかこう見てたんでさ、あ、やっぱりこう興味のある子はやっぱり興味あるんだなっていうね、ところなので、もっとこうね、小さい子っていうかさ、もうなんかこう面白おかしく豆バスこう表現してあげると、もっとこう食いついてね、どんどん乗ってくれる子もね、普段乗り以外にもこう楽しみ乗りというかさ、遊び乗りったら言い方よくねえかもしれないけど、なんかそれで豆バスでなんかこう楽しむ、野田市の、旅的なものをね、なんかこうやったりとかするとね、なんかでもね、でちょっとごめん、なんか手伝いような気したんでね、そんなことちょっと市の野田市のホームページかなんかも書いてあったような気がするんだよね。なんかそういうのはいいかなと思いますけどね。
近藤さんありがとうございます。前バス乗ったことないので今度乗ってみたいですね。ゆっくりバスからの風景見てみたいですね。これからいい季節ですねという。そう、僕も乗ったことないしさ、ゆっくりで見るのもいいのかななんて思って。でも、まあ、有賀君、はい、でもお前は赤字なんだよと宗介が言ってました。詳しいよね、なんかね、有賀君のところは。豆バスで検索かけたら子供らがよく知っている議員さんのブログに引っかかったらしく、そこで情報を得たみたいですということで、ああそうなんだ、うん、だからなんかこうなおさらね、なんかそういうところもさ、うん、なんかこうだから新しいなんかこう活用方法をやっぱりさ、こう利用者としてもうなんかやる、うん、なんか見つけ出して楽しい面白おかしくさ、こう使い倒すって言ったら変だけど、なんかそういうことをこう考えていってもいいのかななんてね。なんかそれもまたチキチキのイベントにしちゃうみたいなさ、みんなで乗るぞとかさ、チキチキメンバーで店員、なかなか多分さ満員で走ってる豆バスってないんじゃない、見たことあるんですかね、どうなんですかね、こう、まあ電車とかほらとかは満員なんだけど、豆バスが満員状態でこう走ってるというのって多分ないような気がするから、チキチキのメンバーみんな集まってどっからどこまでのルートで、じゃあ満員のちょっと定員乗車、ね、乗車定員ないんか分かんないけどさ、なんかそういうのをこう外からビデオに撮ってアップしてみんなに笑ってもらうとかさ、豆バス満員だよとかさ、なんかそういうのよくない、まあ、お金ちゃんと払ってさ、まあ、そうすればほらなんか少しでも貢献できるというか、でも見てる方は結構面白いかなみたいなさ、豆バスが定員満杯で走ってたよとかね、なんかそういうイベント、うん、なんかとかね、なんか考えると面白くなるんじゃないかなとかね、思ってますけど、なんかよかったら皆さん、豆バス、みんなで、盛り上げて赤字解消まで行かないにしてもさ、うん、なんか面白くこうね、使えるったら言い方悪いけど利用できる方法、よかったらチキチキの本でも見たりでもね、書いていただける。さっきのよくない、僕今ふっと思いついたんで喋ってて、豆バス、定員乗車いっぱいで走ってたよという、YouTube とかさ Facebook の動画投稿みたいなさ、でみんなで笑うとね、そんな感じのことをやれたら面白いのかなと思っております。じゃあ豆バスもせっかくなのでね、今後またちょっとチキチキで追っかけて何かの形でチキチキ祭りにしちゃおうかなみたいな、そんな感じで思っておりますので、皆さんよかったらなんか提案いただければありがたいです。ありがとう、ありがとう。豆バスで回る市内ツアーを考えて、市外の、発信、特に外国人の方すれば結構面白いと思うんですけどね、セキュアードだけで1日潰せますよねということでね。なんかさ、ごめん、昨日かな、ホームページ見てなんかそんなようなこと書いてなかった、なんか違うかな、ごめん、後でよく市のホームページちょっと向けとか見てみるけどね。はい、まあいろいろなんかやれるといいよ。じゃあ行こう。続きまして、有賀くん、ありがとうございます。ビジュアルシェアの達人とね、称号がついてましたね。はい、先日知り合った上層の方でミュージシャン農家、おお、そうなんだ、ミュージシャン農家なんだ、すごいね、やられている方です。ズッキーニを栽培してピクルスを販売しておられますが、そのピクルスに100年の恋と名付けられておりますという、投稿でございます。これこの間さ、あの時に売ってたよね、売ってたっていうか、僕ほら行かなかったんで、雨降っちゃって、お月見イベントの時になんか大々的になんかこれを取り上げてられたというのをフェイスブックで見た気が、するんだけど、多分それだと思うよね、すごいね、ズッキーニを栽培して、100年の恋っていうのまたなんか可愛くていいよね、こう、100年の恋をしました。どっからこれ取ってきてるんですかね。いろいろね、
皆さん本当にこう考えられているなというところでもありますけども、うん、あ、ミュージシャン農家の方、ギター、ウクレレ、奏者ですということで、有賀くんコメントいただいております。ありがとう。そうなんだ。あ、ごめん、ちょっと待ってね、戻す。みんなやっぱりなんかね、続々なんかこう考えるよね、なんかこう、うん、なんかチキチキもやっぱりこう考えていかないとさ、しょうがねえなっていうのはね、こうあったりはしますけどもね、はい、ちょっとこれ食べてみたいですね。なんか美味しそうな感じの、まあ最近だな、なんかこう結構ね、一時こう甘酢的なものがさ、なんかこう食べられないっていうか、食べられたんですけど、お寿司とかもなんか一時期ね、あんまりこう口に合わない時期があって、酸っぱいお酢系、酢飯とかがこうさ合わない時が結構あったりとかして、なんですけど、最近でもなんかそういうの、全然平気になったのでね、ちょっと食べてみたいかななんて、思っておりますけどね。これ上層行きゃ買えるのかな、きっとね。そんなこともね、いろいろされてますけども、うーん、あ、ごめん、ちょっとね今板の方が、うん、上がってこないんで、ちょっと今待ってるところでございますけどね。はい、じゃあその間に、なんかね、よくないんだよな。はい、じゃあちょっとそんな感じなんでね、はい、キュウリもやっているそうです。今度は畑に遊びに行かせていただこうと思っています。おー、そうかね、いろいろやられてるんですね。じゃあ、ちょっと CM 昨日やってないんでね、軽く CM ということで、行こうかなというね。はい、というわけで最近は、運河散歩で、ブレイクしております、鹿野さん、エンディングノートということでね、一生懸命、やられております。エンディングノート書き方セミナーということで、これいろんなね、なんか東金方面でもなんかやっぱり今やられてる方がいらっしゃってですね、すごく最近ちょっと僕的にも身近な感じなので、ちょっと時間のある時にでもね、ちょっとなんかいろいろお話聞いてみるのもいいなかなと思っております。はい、鹿野さんで、やっております。無料配布もされておりますのでね、よかったら、で野田の、うん、町ゼミでも今度ね参加されますので、一つよろしくお願いいたします。はい、鹿野さん、エンディングノート情報、そして、こちら、はい、これも本当にね、昨日からずっと話が、盛り上がりましてね、一瞬朝起きたら、板見たらちょっとこういっぱいあったんで、あ、やばい、チキチキ祭りかなみたいなね、そんな感じに思ってるんですけどね、野田市の魅力発信事業31年度版公募開始というね、ところで、まあ、ホームページ見たらね、なんとなく載ってたりとか、司法の方にもなんとかに載ったんですけどもね、なんか去年のやつより、まあ、昨日もこれ放送で言ったんですけど、なんかこうかなりトーンダウンしてるというか、縛りもなくしたりとかさ、うん、で表現の仕方もね、どう見てもこれチキチキ聞いてんだろっていう、そんな感じのね、書き込みだったんですけど、でもこのね、とにかく伝えようというタイトルはこれはダメですよ、うん、この切羽詰まった感はね、みっともないというか、外にねこう向けて発信する、うん、表現としてはねすごく良くねえんじゃねえかなってこうね、思ってますけども、でなんかまあ一応、うん、いろいろ今企画はしてるんですけども、まあちょっとこれも今年もエントリー含めてチキチキ祭りにしたいなということでね、まあ1ヶ月ないんですけど、26日が締め切りなんで、まあその前にちょっと役所にいろいろ話しに行ったりとか、なんかこういう楽しくねチキチキ祭りしたいななんて思って書いたんですけども、まあプレゼンの時にさ言っちゃおうかと思ってですね、一応なんかマックスで予算が200万ぐらいあるらしいんですよ、書いてあるので、この何 PR 事業費が企画数
採択数に関わらず全体で200万を上限とする予定ですということでね書いてあるんで、もうチキチキでプレゼン行ったらチキチキで200万出してくれって言ってみんなでこれ言ってさ、こんだけメンバーいてみんなでやるからって200万チキチキに出してくださいって、言っちゃうのも単価切っちゃうのも面白いかな、任せろチキチキに的なさ、やってなんかねこうやってくるのも面白いかなとかね、いろいろまあその他なんかほら細かいことを、まあ、有賀君とか提案としてはなんかいろいろねこう統計を出してSNS とかこういう、ね、情報発信放送とかすごく周囲もねこう頑張ってるんで大事なんだよっていうところをこう表現していけばいいのかななんて言ったんですけどね、逆になんか去年言った感じだと SNS とかさこういうね、うん、なんかこうなんていうの媒体ね放送媒体だったりとかさこういうことを理解してる人がほとんどいなかったっていうねこう感想 2,3 人なんか真剣にこう見て質問入れてくれたりとかさ突っ込んでくれた方がいたの本当に 2,3 人しかいなくて、あとはね、まあ、京極君も一緒にいて Facebook 立ち上げてくださいねとかつって一生懸命スマホをやってくれたんでなんかみんなよく分かってないようでさ、みんなでねチキチキの生放送を見ようということをして理解してもらおうと思ったらそれすらなんかできなかったということでやってたんでね、まあどうなのかななんて、まあ、今相談してるんですけど、まあ、26日までなんでいろいろね、ちょっと相談していい形で200万チキチキに出せっていうのが一番僕的には面白いのかなみたいなね、マックスの、事業費を書いてさ任せろって、やってんだから、でも俺らに任せりゃ大丈夫だってチキチキメンバーに任せりゃ野田はなんとかなるっていうね、に言ってもいいのかなとか、考えてますけどね。はい、有賀君コメントありがとう。伝えるだけじゃダメだと思う。そう、野田に足を運ばせないと魅力発信はできないと思っております。そうなんだよね、結局そこだよね。だから、なんかこう来てもらうとかさ、まあ、だから SNS もそうだ、結局発信してるだけダメで、僕の放送もそうなんだけど、聞いてくれる方をやっぱり自分で増やさないとダメなんだよね。ただ放送してたからからといって別に発信はしてるけどやっぱり受け取り手を見つけていかないといけないというね、作業をしないといけないのなっていうのがやっぱりこの SNS だったり、 SNS も多分書いてりゃいいなっていうことは多分ない。有名なほら YouTuber さんとかだったらさいいんだよ、バーンって、ね、動画出せばさみんな面白おかしく見てくれていいんだけど、まあ僕たちねやってる内容は地域のことだったりとかするからやっぱりこうね各自で、こういうことやっていかないとさ、なんかそういう部分はねいろいろこう考えていかないといけないなっていうふうに思っています。はい、はい、スイアンコメントありがとう。もろもろ町おこしやイベントをやったところ、行政に手助けすると面倒なことばかりで、情報発信できないということが分かったよな。やっぱりそんな感じだよね、結局民間がやってる発信と変わらなく格好つけてるだけでどうにも、できないんだな実感、まあしがらみはいろいろあるのは分かるけど野田市の行政は情報発信できないねということでなんかすごいことになってるけどね、まあなんとなくね空気感はまあ、ね、スイアンとかも近しい仲なのでね、分かったりとかはしてるんですけどね。はい、まあまあね、そんな感じは分かるよ、なかなかやっぱり難しいと思いますよこの、いろいろ見てるけど、ね、チキチキで、まあ、僕らもこうやってるけどさそんなになんかこうやっぱり成果出ないしね、なかなかやっぱりこう難しい部分はあると思うし、スイヤン、ユウさんごめんなさいということで、まだねだよほら、まあ、僕もそんなに行ってないけど上層行ったりとか流山の、ね、行ったりとかあと福山のとかも見て東金とかもいろいろ
まあ、あのね、いいとこ悪いとこやっぱり各地ありますっていうのは最近ちょっと分かったんですけども、まあにしてもちょっとね、野田は厳しいよなっていうのはね、すごくこう最近実感痛感してるね、ところでも、あるので、でもまあなんとかね、あの少しずつでもこうやって、あの動いていけばいいのかななんてはこう考えてはいるんですけどね。はい、有賀くんありがとう。コメント、200万円分野田に来た方に、くず餅とジェラート配っちゃうとか、あ、なんかそういうね、ぶっ飛んだ感じもいいよね、なんか、なんかそういうのも多分必要だと思うよ、だからほら、あの大きなさ、あの都市はいいんだよ、あの40万とかさ、45万とか、福山もやっぱり45万とか、人いるんで、まあ、それなりのことはやっぱり動かせないんだけど、やっぱり野田15万だからさ、まあ、いろんな部分でなかなかね、こうそういうのもあると思うんだよね。だから、まあ、今日も板の方に福山市の、あの魅力発信、市の、あの対策室みたいなところのやつもやっぱりホームページだけでもさ、すごいんだよね。観光となんとかで分けてあったりとかさ、あとその中にもやっぱり僕がやってるアンバサダーっていうなんかシステムというか、それをね、メインに書いてるホームページだっていろいろあるんだよ、分かれてさ。でまた、あの他の、あの外部のこうアドバイザーみたいな方もさ、こういっぱいいたりとか、有識者の方々にも入っていただいたりとかっていうね、あゆくの宛てにはやっぱりほら出身の芸能人の方にもね、アドバイザーに入っていただいて、小林克也さんだったりとか、あとグラビアアイドルのなんだっけな、杉本であったなんだっけな方とか、まあそうそうたるメンバーでね、こう PR していこうなんてやってるんで、まあもう全然ね、足元に及ばない感じではあるんだけど、まあなんかほら、あの野田は野田でさ、なんかいい部分もあるんで、そういうところをね、もっとこう押し出していけると、なんか面白くなっていくのかななんて、まあなってますけど、まあ徐々にね、そうそうそう、そうなんだよ、まあほら、あの水野も書いてるんですけど、まあ偉いこと言えないんだけどって、徐々に徐々に少しずつやっていけばいいんだよねっていう、そう、こんなもんだよっていうのをやっぱり言っちゃうとさ、諦めちゃってダメなんだよね。だ僕も本当に分かったよ。あの最初本当にスーヤンとか 4,5 名でチキチキを、もうこれ何度も言ってるんだけど、初めてあのいいねをしてもらって、そっからスタートしてさ、パラ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 人が増えてきて、で2年半以上経ったのか、経ってね、でもようやくここまでだからさ、そうそう簡単にはね、あの、いかないと思うんですけど、まあ徐々にこうね、あの特に継続して毎晩こう喋っていけば、いろんな方聞いていただけるようになれるし、特になんか最近は、ね、大先輩の方々、あの僕よりも全然年上の方々もこう聞いていただいて、納得していただいてる、ね、納得っていうかさ、応援していただける方もこう増えてきて、なんかそれはねすごく僕もなんか嬉しいなっていうか、ね、下の方に、ああファンキーさんすごいですねっていうのはもちろん嬉しいんだけど、やっぱり、ね、年上ね、何個もこう上の方とかにもこう、ね、聞いていただいて、応援していただけるっていうのはね本当にすごいんで、まあそういうのも多分コツ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 こう喋って、自分のね思ってることとかをこう言って、意見を言ったりとかさして、で、まあ、それと同じでやっぱりね、野田ももっとこう前向きに、でも今回新しいなんだっけ推進室、そうなんだっけ、できたじゃん。なんかそれだけでも本当僕はねちょっと嬉しかったよ。でこの表現の仕方も、なんとなくさっきもチキチキパクってんななんて、逆にねなんかそういうでもこういいのかなって、全国なんて前あんま書いてなかったからさ、全国にどのこうのとかさ、まあただとにかく伝えたいっていうタイトルはちょっといただけないかなって、こう切羽詰まった感出ちゃうしさ、なんか焦ってる感がなんかさ、とにかく伝えようとか、まあそういう意味で書いたんじゃないとは思うけどね。パッと見た時にやっぱり今日も言われたからね、何これってさ、ね、他の方々にこう言われるんでさ、なんだけど、まあコツコツちょっとこうねやれるといいのかなって思ってますけども。はい、有賀くん、ちょっと 前後しちゃうんですけど、行政は市民が活動できる空間、場所だけ作っていただければいいのかと思います。そうだね、それだけやっていただければ、ファンキーさん言うようにチキチキ任せろ、でいいんじゃないですかね。そう、これはあのこの間ね、あのまあ、上層もそうだったし、流山の、市長さんの、講演行った時にも、もうそういう話はね、してたので、それは多分間違いなくそうだと思います。
やっぱりこうで逆にほらこう市民が中心になってこう活動していかないとやっぱりね全部がこう行政任せになってやっぱりこうウィンウィンにはならないと思うんですけども、うん、やっぱり、ね、行政でこう作っていただける環境を、ね、その中でこうのびのびとさあの発想豊かにこう創造的な活動をしていける生きのがやっぱりこう市民であるのかなっていうね、うん、なんかちょっと生意気なことを言ってるんだけど、うん、でもそんな感じにこう思ったからね有賀君が書いてることはすごくスッキリね、その通りじゃないかなって思ってますけども、スイヤグラビアアイドルはいないけど藍染京子さんきついかなって、うん、ちょっとねかなみたいな。はい、ありがとうございます。はい、有賀君、濃いプレゼンはできそうですが問題はその資金の用途ですね。ガソリン代はダメみたいなんですよね。ああそうなんだ。なんかさその辺ちょっと詳しくいろいろ踏まえた上でちょっと今度聞こうよ一緒に。このなんだなんだっけ書いてあったじゃん、なんかすごいんだよ野田市自然経済推進部魅力推進課っていうなんかすごいのができたんだよねこれ。去年なかったよね。去年なんだっけなんとか何かだっけな去年、あったんだけど、まあほらやるやらないと僕はちょっとこう聞けばいいんじゃないのこれね。事前相談受けと書いてあるよ。18日木曜までに魅力推進課で、事前相談受け付けますのでなんて書いてあるんで、なんかそのあたりちょっとねこう行くのもいいのかなというね、感じなんです。何か大きなイベントを考案してその資金調達で攻める戦法かなと思ってますけどもね、ちょっと今度ね、作戦会議でもみたいな、ね、いいんじゃない。なんかそういう動きもいいよね。みんなでこう考えていくのね。本当ね、地球中のメンバーみんなねたくさんでこう行っていろんなね話がみんなでやれるのが一番僕的にはねいいのかななんて思ってますけど、まあ僕らたちで動くのも、いいんですけどね。いろいろほら普段ね、顔合わせないメンバーなんかはやっぱりほら大体チキチキなんて参加されてる方はやっぱりこう、ね、心にとか腹の中にこう一物持ってなんかこう意識持ってさ問題意識だったりとかなんかこう持ってさ参加されてる方が多いんで、そういう部分でこうねみんなでこう一緒に行ってさなんかこう話すんのもいいよね。本当僕本当申し訳ないんですけどこう流れ山に住んでて、活動してるんでね野田に今度、頑張ってふるさと納税やろうかななんて思ってますけどね。なんだけど皆さんほらやっぱり市民で、ね、税金を払ってさこうやられてるんだからやっぱりそういう行く、ね、権利はあったり、ね、そういう活動に参加する、ね、権利もちろんありますので、ね、みんなでこう行けるといいのかななんて思っております。はい、じゃあ一旦ね、ちょっとじゃあなんかその話するとまたなんかこれ特番でやろうかな今度これに対してのこれ一応ね毎晩喋ろうと思ってるこの件に関してはいろいろね皆さんかなりこう興味あってでほらこれはあるっていうことを知らないっていう人がいっぱいいるんだよ。さっき書いたんだけど板に、去年も一昨年もそうだったんだけどこれをこういう事業を公募してお金を200万使って税金で200万使って、活動してるよっていうことを知らない人がいっぱいいるっていうことのが僕はすごく、まずいなっていうね、ことをこう思ってたりとかさ、あるよね。で去年の時かな僕は怒っちゃったんだけどスーヤンが受かったんでじゃあ言ってよっつったらイオンとかのみんなのいるところでスターティングで発表会やろうよっていう話言ってよっつってさで僕配信するよっていう話をたらもうなんかそれもことごとく却下されたとかって言ってだからいつ始まっていつ終わったのかなどんなのがあったのかなって意外とこう知らない人が多かったりとかたまにほら司法の下の方に出てたりとかしたんだけど、あとなんか別にねそんなにね途中経過プレスリリース入ってるわけでもなかったみたいだしというのがあったりとかさ、だからそのあたりはやっぱりねこうせっかく200万皆さんのね税金でこう運営されるんだからやっぱりこうもっとやっていくべきだなって思ったりとかね、してますので。はい、ありがとうありがとうございます。市役所行きましょう。お昼ご飯、どこ行くか悩みますねなんていうね。あ、次はつくしもんじゃないの下の。はい、あ、
勝浦から源雄くんありがとうございます。はい、うん、いいね、魅力推進課はワープチャンネルの彼、あれ誰、なんだっけ、島津くん、そうなの、今後の活動に期待していますということでね、島津やってんのだったらなんか話早いじゃん、なんかさ言って、うん、まああとはほらもうねチキチキ、情報局ね入っていただいております。うちにはあの鈴木優野田賞がついてますからね、もう何でもあるじゃねえかななんて、思ってますけどね、なかなかあのコメントまあいろいろね大人の事情もあるので、鈴木優野田賞昨日も放送で結構僕名前連呼させていただいたんですけども、まあよかったらいろいろ皆さんあのコメントね打っていただいてるのでぜひ、参加ね、コメントいただけると、まあまずかったらメッセンジャーでも結構でございますのでね、聞かれてたら、今こんな動きになってるよというね、そう、あ田村くん、あそうなんだ、じゃあ話は早いじゃないですか、もうね、じゃあ僕が行って話を、丸め込んでみたいなさ、じゃあもうチキチキに全て任せるよみたいなさなんかそういうのもねいいんじゃないかなと思ってますけども、まあチキチキね555人いますからね、なんか本気出したら相当なんかすごいことができるんじゃないかななんて、思ってますけども、うん、はい、大山由ちゃんこんばんは、お疲れ様です、ありがとう、今日遅く喋っております、はい、お疲れ様、はい、こんばんはですということでね、ファンキーさん、喉大丈夫ですかということで、まあ今日は、うん、相変わらずでも夜になるとガラガラ声になっちゃうけどね、はい、じゃあまた、このね魅力発信事業に続きましてこれ毎晩なんだエントリー締め切りの日まで毎晩喋ろうとね、思ってますんで、また続きは明日ということで、よかったらあの板の方に、僕が誘うようなね、投稿しておきますので、どうぞ皆さんこれについてはね、いろんなコメント意見、言っていただけるとありがたいかなというふうに思っております。まあ、確実に板の方はあの鈴木優の雑誌もね見られてると思いますのでね、いろいろ皆さんどんどん書き込んでいただいて、市民これだけ思ってんだというところをね、まあ分かって、おられるとは思うんですけどもね、どんどん皆さん書いてね意見、なかなかほらね、そういう場がないと思うんでね、どんどん書いていただいて、本当に、皆さんの、ね、こう気持ちをどんどん、ね、アップしていただけるとよろしいかなというね思います。これはずっと残りますからね、はい、ということですいませんね、いろいろベラベラと喋っております。どうぞそろそろ1時でございますのでね、私のはどんどん続けていきますので、眠い方はどんどん、ね、寝ていただいて、明日お仕事差し支え、ね、あると困りますんで、はい、やゆちゃんと、あ、やゆちゃんどうもねということで、はい、源雄ありがとう、こんばんは、SMR からの夜とも、遅くまでお疲れ様ですということでね、いいんだよ、やっぱりほらこういうバカがいないとさ、街変わんねえよ、まあ変わらないけど僕ぐらいで全然変わんないけどという、東金のある商工会議長の副会長のある方が、ね、いつも言ったんで、ファンキーさんも頑張れよっていうんで、いただいてますのでね、僕も頑張んなきゃなというね、そんなことでも思ってますけども、はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあ板戻ります、はい、スフィアン源雄さんもお疲れ様です。なんかすごいな、この野田も勝浦もさ、みんなグダグダにみんなこうつながってくるというね、でこの夜中につながるという変な感じだよね、はい、いいですよ、どんどんみんな寝てくださいね、はい、スーヤもねあんまり、せっかくいい感じの生活スタイルになったということなのでね、あんまり無理されないで結構でございますので、はい、じゃあ行きましょう、いた気分変えていた、ミッチさんありがとうございます。イオンの和店でお買い物した黄色いレシート、ご協力いただける方のだ 子供劇場によろしくお願いいたします。ちょっとこれねよくわかんないんだ、これこのシステムがさよくわからないんだけど、これ後でちょっともう一回調べておきます。これよかったらミツさん詳しくなんか教えていただければなって思うんですけど、なんかこれレシートを入れるとどういうシステムなんですか、これわかる方いたらね、リアコメいただければなっていうふうに思ってますけど、あでも書いてあるかな、
はい、親指同士圧治療院さんありがとうございます。レシートを投函すればいいの？ミッツさん、親指さん、そうです、黄色いレシートを野田子供劇場って書いてあるところに入れてもらえたら助かります。そうなので、どうなのこれ、ミッツさん、番号書いてあって、書いて あるね、番号22万です。私いつも番号書いてないで入れてたから書かなくても大丈夫なはず。うん、こういうな、ごめん、ちょっとね、僕これフォローしてないんで後で一回聞いときます。まあ、分かる方いたらちょっと教えてください。こんな入れるとどうなるの。うーん、1パ、あ、書いてある、 1% 下の寄贈させていただきます。あー、何、買ったレシートを、そうするとね、このお金はね、 1% イオンからこの団体さんに行くの、この登録してる団体さんなの、これ野田子供劇場みちさんとこなんだけどさ、ごめん、ちょっと詳しくわかんない、よかったら後で指南してください。はい、じゃあちょっと引き続きこれちょっと後でチェックしておきます、ごめんなさい。皆さんよかったら、わかったら教えて。はい、京国くんありがとうございます。関宿大町斎藤商店さんに行ってちょっとだけお邪魔しましたということで、ここはね、あの逆さえこんにゃく店さんのご長男がやってるアリンフィギュアっていうバンドさんの CD が置いてある販売店だよということで、すごいよ、関宿に販売店があるんだぜ。うん、ということで、斎藤商店万歳ということでね、これあの、まあ、流れ山街道というか、あの通りっ端の、あのドン付きの、うん、大町の、うん、ドン付き突き当たりの手前のね、右側にあるお店でした。昨日行ってね、僕確認してみましたということで、はい、よかったらね、ちょっと足を運んでいただいて、アリンフィギュアの CD ね、あの本棚の一緒の中に売られてるというね、もうすごいよ、もう本当に関宿を挙げての、盛り上がりでございますので、アリンフィギュア一つよろしくということで、はい、そしていきましょう、リアコメ、すいません、最近11時に寝ちゃうんで遅くまで頑張っちゃいましたということで、そう、スイアンダメだよ、はい、もうごめんなさい、一杯飲んで寝ます、はい、おやすみなさい、飲んで寝んの、飲まない方がいいよ、ね、せっかくなんで体のためにね、はい、スイアンどうも今日はありがとうございました、いろいろ貴重な意見ね、コメントありがとうございました、本当になんか嬉しい、なんかこうやって皆さんマジでこう入れてくれるというね、板になってますけど、本当にありがとう。ライブ配信か、こんなのもないよきっと、ライブ配信でここまでなんか白熱してなんかいろんなことさ考えてるの、はい、やうちゃんありがとう。幸せの黄色いレシートはボランティア団体の名前が書いてあるボックスがあり、ありまして、そこに入れるとそのあれなのかが、これは何、 イオンから 1% 行くの、売り上げの中から行くのかな、なんかそんな感じになってるかな、ごめんよく分かってない、後で見ます。はい、ちくさんありがとう。あけぼの山、あけぼの山農業公園チューリップフェスティバル、霜降りブランド豚柏、なんて読むのこれ、ごめん、何ポーク、なんて読むの、ごめん読めないんだ、教えてください、これ畜産の柏、なんでこれ、原っていうの、原で霜って書いて、なんて読むんだろう、ごめん読めないです、よろしくお願いします、読み方教えてくださいということで、秋物屋チューリップフェスティバルに出店します。ああ、チューリップフェスティバルね、13、14日曜日になっております。はい、販売する商品は霜降り、ああごめん、霜降りブランド豚柏、はい、なんだ、ちょっとごめんこれ読めないかっこ悪いけど、はい、ポークの焼肉などお召し上がりください、焼肉などで皆さんご来店お待ちしておりますということでやっております。はい、平野さんコメントありがとう。綺麗ですね、毎年すごい人気ですよチューリップね、秋物山公園農業公園ね、ちょっと僕前行ったのかな、昔ね行ったことあるけど、はい、はい、畜さんどうもありがとう、またよろしくお願いします。はい、じゃあ続いていきましょう。あ、いた、
リアコメいただいております。やゆちゃんありがとう。レシートの合計金額の 1% でしたっけを、物資をイオンからその団体に差し上げるシステム、あ、そうなんだ。例えば NPO 法人〇〇というところがボールペン10本欲しいというと、その金額分のボールペンがイオンから、あー、そうなんだ。これってなんだろう、その団体とかってさ、それは何、登録しないといけないの、どっか NPO とかじゃダメなのかな。チキチキ情報局で参加できないのかな、なんかね、ちょっとそれちょっと後で教えてください、よかったら。 NPO なのかな、柏幻想ポークだそうです。あー、幻想ね、わかりました。柏幻想ポークわかりました、ありがとうございます。はい、レシートのやつでボランティア団体、チキチキはダメなのかな、こういうのね。はい、どうもありがとうございます。あ、やゆちゃんも出ましたね、出張リラクゼーションのトッパーズということで、屋号できたという。そうです、皆さん屋号使ってくださいね、お店やられてる方ね、はい、いろいろ皆さん遅くまでお付き合いいただいてあります、ありがとうございます。ファンキートネが淡々と呼んでまいります。まだ夕飯は食べてません。野田市広報さんからいただいております。4月から新デザインのマミバス3台登場しました。この車両の運行ルートは関宿城ルート、北ルート、関宿七高台経由、北ルート、関宿、イオンタウン経由の3ルートです。一度バス旅、出かけてみてはいかがでしょうか。新たな豆バスには、イベント等で活躍している関宿地域の宿助、野田みこしパレードの八割前田くん、野田夏祭り、踊り七夕、野田ののんちゃんのイメージキャラクターがデザインされており、皆さん乗車お待ちしておりますということで、はい、皆さんどうぞ、豆バス、ちょっとチキチキでもね、ピックアップしていきたいな。豆バス可愛いしね。はい、よかったら豆バス関係者の方ご連絡いただけるとありがとうございます。なんか企画ね、やれると面白いですね。はいはい、のぶさんありがとう。コース変更となり4月より自宅前の道に豆バスがびっくりということでね、はい、お家の前を豆バス通られるということで、はい、ありがとうございます。はい、というわけで鹿野さんありがとうございます。コウノトリの里福田公民館に町ゼミのエンディングノート無料書き方セミナーのチラシを置いてきました。置きに来ました、ちょうどシルバーリハビリ体操が終わった時間帯だったので、シルメリ、シルリハ、シルリハメリじゃない、シルリハのメンバーさんたちと会ってお会いしたついでにセミナーチラシを渡しましたと、話はそれましたが、本題は福田公民館の近くにコウノトリの里があり、コウノトリの情報がここで発信されています。ああ、そっかそっか、コウノトリ飼育施設コウノトリの里に、お越しの方は、野田市、ごめんなさい、福田公民館に寄ってみてもいいですよということで、三つ堀369番と書いてあります。はい、いいよね、コウノトリも、PR のね、資源ということで、 PR 資源、まあ資源ったら必然な生き物だからさ、そう言っちゃいけないんだけど、でも、ね、PR なんていうの、 PR、素材ってもいいのかなね。平野さんありがとう。野田市を代表する PR の一つですよね。そうね、この施設の近くには里山公園もあり、スポーツ公園など緑豊かで憩いの場になってますね。もっともっと PR すべきですねということでね、うん、まあでもね、この通り一生懸命ね、役所の方も、いいんじゃないですか、やられてるということで、まあね、僕らももっと言っていこうかなというね、思ってますけども。はい、リアコメ、やゆいちゃん、出張リラクゼーション、トパーズさん、ありがとうございます。コメントがやうになってますね。切り返したつもりなかったんですが、ということで、いいんじゃないですか、もうこれでね。もうこういうのやった方がいいですよ、どんどん。もう名前打った方がいいよ。商売ね、やっぱりご商売やられてるんだから、やっぱりどんどんやっぱりね、やっていくべきだと思います。はい。ということで、コウノトリの、ね、里のお話でございました。はい。あ、鹿野さん続いてありがとうございます。13時間前出ました、運河散歩、最近シリーズで
鹿野さん、書いていただいております。ありがとうございます。はい、はい、運河散歩、本日のタイトルはコスモスの気持ちということで、いきなり寒さがぶり返した本日、天気は雨、結構降ってる、降っているということで、今日の運河散歩は、通常のコースから外れショートコースで、そそくさと帰ってきました。ということで、数日前にアップした写真を利用させていただきます。題してコスモスの気持ち。コスモス目線で上の方に君臨している菜の花の大群に一言、上から目線じゃなくて下からも見上げてよ、見上げてみなよ、ほら空はいつも、包容力豊かだよということで、すごいね、こううまく文が読めなくてね、皆さん伝わりづらくて本当申し訳ないんですけどもね、すごくいいこう文章をね鹿野さん書かれておりますので、はい、よかったらね、タンポポも、ね、気持ちもみたいな、そんな感じのね、書いておりも代弁されたというそんな感じなんですけどね。はい、平野さん、私は雨で散歩休みですということで、そう、平野さんは野田散歩ということでね、いろいろ皆さんやってます。散歩ネタね、本当になんか結構楽しみで見てますので、よかったら他の方も、あとサイクリングネタとかさ、よかったらね、これからいいシーズンでございますので、というわけでお前もなんかやれよって、ね、声も聞こえてきますので、なんとか僕もなんかやりたいなと思っております。夜読んでるだけかよというね、やってますけども、はい、鹿野さんありがとう。事務所へ行くのに歩かなくてはいけないので、ついでに散歩ですが、本日はショートカットということで、はい、そんなわけでね、いろいろ、幻想ポーク、いいね、もうやばいよ、完全に腹減ってきたよ。畜さんなんかエンジンかかっちゃっていっぱい投稿しちゃったよというね、まあいいでしょう、もう気にしないでね、僕もあえて消さないという、はい、まあいろいろ皆さん本当にね、最近たくさんこうコメント言っていただいて、あれ、いただいております。あ、マリ、ネギシさんありがとうございます。こんばんは、マリさんね、ネギシさんありがとうございます。こんばんはということで、本当にありがたいな、なんか、ね、ヤウちゃんもそうだし、親不動さんも、あと柿沼さんも、あとみのりやさんもね、僕が言ったらちゃんとこう屋号で入ってきてくれてね、書いていただいたり、なんか本当に嬉しいなという、感じでありますけども、はい、これやゆちゃんね、視聴リラクゼーション、トパーズさんありがとうございます。イオンの黄色いレシートの件、ボランティア団体がイオン各店舗で違うので、各店舗ごとに申し込み要項があるんじゃない。あ、そうなんだ。あ、ごめん、ありがとうね、あとちょっと調べてみますね。このリアルタイムのさ、この相互のなんていうのかな、こういうのいいよね、はい、あとでちょっと僕も勉強しますということで、はい、板の方ね、いろいろで、昨日から魅力発信事業の募集祭りということで、かなりチキチキ祭り感が出てきておりますけどもね、今年の、なんか盛り上がってこうよみたいなさ、そんな感じの、流れではありますけどもね。はい、平野さんありがとうございます。嫌な事件が続く野田ですが、世界に誇るものが多数あります。その魅力をぜひ発信してほしいと思います。地域が、発展し世に知られることは嬉しいことなので、行政の意識改革にファンキーさん頑張ってください。一市民としても応援させていただきますということでね、本当に最近ね、まあ、別に僕がだけ頑張っても多分無理だと思うんですけど、これでも皆さんこうやってね、意見をとかさ、コメントを打っていただけるだけでもやっぱりね、こういうのがほら、塵って言ったら言い方ごめん悪いけど、本当に塵も積もりも山となるじゃないけどさ、こういう皆さんの本当意見コメント、こういうのがね、多分どんどんこれに残って、なんかいろいろね、結果が出てくるんじゃないかなと思って、まあ、僕はね、まあ、それをこう喋って発信というかさ、まとめてるだけなんでさ、僕は大した役には立ってないんですけどね、皆さんのやっぱりこう意見をね、発信、意見を言ってくれることが一番、大切なことなんじゃないかなっていうか、というふうにこう思ってますのでね、よかったら皆さん、
まあ意見書くの大変だよね。一歩間違って炎上すっかね、意見書くとさ。本当にだから意見書かない人いっぱいいるんだよ、知ってる人でもさ。でもやっぱりこう、やっぱり意見はね言うべきだと思います。特にねこういうコミュニティの場とかさ、こう考え持ってたりする人はね、その分ね、そういう分チキチキのメンバーのさ、本当になんか人も必ず皆さんこう心に一つなんか思うところがある方が多いのでね、最近どんどん少しずつ意見にね言っていただけるので本当に嬉しいかなというね、あれはこうだよとかさ、こうだよとかなんかほらそれに対してこう突っ込んだりとかさする人多いんだけどさ、じゃあ自分はどうなのっていうところをかける方ってなかなかこう少なかったりするので、でも少しずつねこうチキチキとかをこう返して、意見をね言ってきていただけるのは本当にありがたいです。まあ本当にね、タイミング出たらで結構です。まだ私は言えないなっていう方は無理して言わなくても結構ですね。言えるタイミングが来たらその時にこう言っていただければ結構なんで、まあ焦ることはないです。でも、ね、やっぱりこういろんな部分で自分の意見をこう発することはすごく大切じゃないかなと思っております。ただやっぱり、ね、少なからずこうリスクはねついてくるので、自分の言ったことにはこう責任ねこう取れるようにね、またそれもほら一つのなんていうのかな、自分の言い方汚いけど自分のケツは自分で拭くじゃないけどさ、なんかそういうね、ところで皆さんね活動ね志を持って活動していけばね、また街はこう変わっていくしね、どんどんコミュニティも良くなっていくんじゃないかな、そんな風に、ファンキーとねはね常日頃思っていて、意外とね小心者なんですよ。こう見てもいつもさ放送終わって朝起きるとさ、でトイレ入った時に結構いつもねあるんだよ、あーなんてなんか今日もしかしてパソコン立ち上げて Facebook 見たら炎上してたらやだなとかさ、結構夜ほら自分の意見とかどんどん言っちゃうじゃないですか、こうやってで書き込みもさ結構言ったりするんでさ、なんかこう突っ込まれてたらやだなとかさ、そういうの結構あるんだけどさ、でもやっぱりね意見は言わなきゃね、旗振らなかったら、旗振る人はやっぱり意見言っていかないとさ、やっぱり、ね、ついてこられる、ね、来たい方もついてこらんなくなるなと思いますんでね、まあ、一生懸命頑張ってね自分なりのことは言っていこうかなと思ってますので、まあ、よかったらこう聞いていただければありがたいかなと思っております。はい、やよちゃんありがとうね。あとでちょっと URL チェックしてみたいなというふうに思っております。どうもありがとう。まあそんなかんなやってる間にね、板の方は無事終了ということでね、本日分終了でございます。というわけでなんか魅力発信事業のねツッコミネタが多くなってますけど、別に去年弾かれたからどうのこうのっていうねことではないんですけども、ただなんかちょっとこうやり方がさ、3年目1年目2年目、なんか僕的にはねこうなんか不透明なことが結構多かったりとかさしてたので、ただそこにやっぱりただじゃないけど、そこで、ね、200万円という、 こう税金が投入されてやってたということで、なんかこうすっきりしない部分もあるのでね、なんかせっかくなんでこの機会にいろいろこうね追求じゃないけどさ、なんかしていくといいのかなっていうね、せっかくこう皆さんからのね、税金でございますのでね、できればいい使い方ねしてほしいなというふうに思っております。はい、有賀君どうもおやすみなさい。またよろしくお願いします。もうそろそろ、終盤戦ということでねやってきます。はい、じゃあ板の方は終わりましたんでね、はい、じゃああと軽く少しだけ PR させてください。はい、お店の、投稿などを、スライドショーの方に回しております。途中でね変えた方いらっしゃったら声かけていただければ、また新しいバージョンねどんどんアップしてきてますんで、気軽に言ってください。はい、新しくやりたい方もねよかったらお店、PR ねしたい方、こんな感じでスライドショーで毎晩コツコツ流してますんでね、よろしくお願いします。ということで絵は、逆さいこんにゃく店さんのところ店ということで、なっております。はい、どうぞ夏はところてん、ぜひ皆さん食べてね、元気で、これ美容と健康にもお腹にもいいし、ね、お肌にもいいというところてんでございますのでね、どうぞよろしく。
ということで、まあいいかな、今日はね、もうだいぶ喋りきったんで。はい。ということで、先ほどイオンの方でね、レシートで、されてるというのやってますけど、チキチキでも、寄付金の方を、ね、募っておりますので、もしよければね、ご協力いただければありがたいです。でまたイベント等を、ね、少しずつ増やして、公開生放送もね、昨日もちょっと関宿界隈見てきまして、たまたまじゃないですけど、いろいろね今当てをつけてますので、また公開生放送ね、しないでやってきますんで、その時にまたよかったら、どうしてももうすぐ送りたいという方は振り込みね、でも お受けしておりますので、一つよろしくお願いいたします。詳しくはファンキートネガの方までご連絡お待ちしております。はい、じゃあ今日はもうこの辺でいいかな。もうお腹空いちゃったよ、なんかさ、すっかり、はい、じゃあ最後リアコメ、ありがとうございます。近藤さん、本当にチキラーの皆さん、コメント勉強になります。野田に長く住んで、でも分からないことが多いので、毎日放送を聞いて新たな発見、ことがすることが多いです。本当に勉強になります、ということで、本当だよ、僕もそう、皆さんに教えていただいている、チキラーの皆さんありがとうございます、ということで、近藤さんも入っていただいています。そう、まあいろいろね、皆さん各ほらスタンスあるから、なんか一概にほら、なんかこういうね、話に、なんていうの、さっきみたいな魅力発信事業とかさ、こう市の、ね、そういう活動とかにもこう入ってこなくても結構なんですけども、自分の各ね、思ってるもの、なんか美味しいものを探してる方は美味しいものを探すでもいいだろうし、なんか、ね、楽しいところの情報が欲しい方はそれでも結構ですしね、全然構わないんですけど、でもまあ少しはその中で本当少しでもいいんで、こう街づくりだったりとかさ、こう街の姿勢、政治的なこともね、こう頭に入れつつ、僕みたいにこうさ突っ込んでる物事を言わなくても全然構わないと思いますけども、まあ、少し、ね、参加、市民参加ということで、まあ、税金払ってっからあとはって、ね、行政でやれよっていうんじゃないっていうことはね、僕もすごく言いたいなと思いますしね、やっぱりこうみんな参加でね、街良くしていく、街づくり、10年20年30年先のね、楽しく住める街ということは、やっぱりこうみんな参加して作っていかないとどうにもなんないなと思ってますんでね、まあ少しずつでも、そういうこともちょっと気にねしていただけると本当にありがたいかなというふうに思っております。無理にね今日明日参加してね熱く語れというねことは一切、そういうことはもう、言いませんし望んでおりませんのでね、各自の、ペースね守っていただければというねふうに思っております。まあなんかちょっと気になるけどっていうんで、まあコメント書きとき恥ずかしいなって思ったら、メッセンジャーとかでも結構でございます。ファンキートネガーのフェイスブックページのメールの欄もありますのでね、そこからコンタクト取っていただいても結構でございますので、極秘内容は絶対に漏らさないというね、ことは約束させていただきますのでね、なんかこう思ったことあって書けないんだけどちょっと話したいなっていうこととかあればね、ぜひ、ファンキートネガのフェイスブックページのメッセンジ、なんだメッセージっていうの、から送っていただければというふうに思っています。間違っても書き込みしちゃうんだダメだからね、みんなに見えちゃうんでみたいなこともありますんで、はい、まあそんなわけで、今夜もね、白熱の、まあ白熱、どれだけ白熱してるかもしれないんだけど、お届けしてまいりました、今夜の夜ともいかがでしたで、深夜ともかいかがでしたでしょうか。本当にリアルタイムご視聴&リアルタイムコメント本当にどうもありがとうございましたね。身のある、ライブ配信、たかがライブ配信だけど、チキチキのライブ配信はすごくね内容が濃いよ本当に、ただなんかこう面白わけしくっていうことでもないんだってさ、はい、本日の放送を聞きまして、役に立ったな、ファンキートネガーの喋り今日は良かったよとか思われた方は、この生放送終了後、ご自身のタイムラインに、シェアしていただけると嬉しいです。チキチキのメンバーさん以外の、各お友達ね、見やすくなりますので、そちらの方も、ぜひご協力お願いいたします。シェアの仕方分からなかったら質問してください。どんどんね、チキチキ、イズム広げてね、千葉県の市および近郊の地域、すごくこう楽しく豊かに、ね、なるような、
活動をしていきたいなというふうに思っておりますので、引き続きどうぞご協力よろしくお願いいたします。はい、最後にコメント入ってきましたのでね、はい、やうちゃんありがとう、おやつお疲れ様でしたということで言っております。近藤さんありがとう、ファンキーさん、近山さんお疲れ様でした、もう寝ようね、おやすみ、おやすみ、また明日ということで、はい、明日の放送は木曜日でございますので、とりあえずファンキーとの今のところ特に予定はありませんので、帝国10時スタートということでね、また明日も盛り上がり、必至かなというそんな感じが思っておりますので、引き続き、魅力発信事業エントリーに関してのお話もね、させていただきますので、また明日も一つよろしくお願いいたします。その他日中の書き込みの方も、ぜひね皆さん、どんどんお寄せいただければというふうに思っております。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局局長&しゃべる管理人ファンキー利根川でございました。本日最後の曲は、じゃあ今日はこれいこうかな。あ、ごめんね、最後にちょっと咳出ちゃったんで、はい、じゃあ最後は、板谷亜子ちゃんの丸々というね曲で、お別れといたします。それではまた明日の夜、お会いいたしましょう。おやすみなさい、お疲れ様でした、ありがとうございました、バイバイ。
嬉しい気持ちを